わからんな。ヒューマの娘のどこをどう見れば美しいかどうかわかるんだ。おい、お前、わかるか。は、トーマ様、申し訳ありません。私にはどれも同じに見えます。おい、ヒューマの娘、名は何という。モニカです。モニカ、お前は美しいか。そんな、わかりません。何を怯えている。俺はただお前が美しいのかどうか質問しているだけだ。あいつらは一体。わからないけど、あいつら村の女の子、それもヒューマだけを片っ端から捕まえては何か調べてるんだ。友人、やっぱり。ああ、王の盾だ。トーマか。あいつがいるということは、奴も。王の盾。フォルス能力者を中心に構成された国王直属の部隊。それが王の盾だ。彼らはその能力を使って国王の警護に当たると同時に、公にできない特殊な任務を行って国王の手助けをする。文字通り王の盾となるってわけ。それと同時に能力者を管理するという狙いもある。フォルスで悪さするやつも少なくないからね。敵になる前に味方に入れちゃおうってこと。ああ、面倒だ。お前がこの村で一番美しいと思う娘を連れてこい。私が。このトーマ、あまり気の長い方ではない。痛い目に遭いたくなければさっさと連れてこい。早くしろ。この中にいないのなら向こうの連中から選んでも構わん。モニカ。おお、あの娘か。違うんです、あの子は。うるさい。モニカ。おい。はっ、トーマ様の命令だ、来い。待て、クレアに触るな。なんだお前、どけ。ホルス、今すぐ全員を解放して村から出ていけ。うん、強いフォルス反応だよ。磁力使いのトーマ、あれは磁のフォルスだ。氷か。噂には聞いていたが、見るのは初めてだな。貴様もフォルスを。お前に逆らうとこうなるのか。これは恐ろしい。だが俺のフォルスはもっと恐ろしいぞ。試してみるか。ベグ、僕たちも戦うよ。仲間もいたのか、面白い。お前は。トーマ、手を引け。三人がかりか。まずいな。それで、この三文芝居はいつまで続くのかな。それ。何をもたもたしてんの、トーマ。クレアちゃんだっけ。あの子がこの村一番の上玉だよ。それ、もたもたとは何だ。まったく、下手に暴れてお人形さんに傷でもつけたら大目玉だよ。やかましい。いちいち指図されなくても分かっている。だったらいいけど、さっさと彼女を連れて行こうよ。待て。まったく、ちょろちょろと目障りなやつだ。トーマ、相手にするな。話はもうついてる。そうですよね、ユージーン隊長。隊長。おや、隣にいるのは脱走兵の魔王坊やじゃないか。脱走兵。以前なら王の盾からの脱走者なんて重罪にほっときゃしないけど、フォルス能力者が増えてから管理もいい加減だからさ。ま、君程度のちびっこはいつだって始末できるけどね。
ユージーン隊長さんなら僕のやり方は分かってるでしょ。何を言っている。分からないお友達は頭上に注意。そう、世の中すべてギブアンドテイク。貴様、クレアちゃん、分かるよね。あのガジマのおばさんの命は今君の手の中にある。どう？命って重いのかな？わかりました。ダメだ、いくらクレア。お前は黙ってろ。貴様！ガー！お前の命は軽いよ。さすがは隊長。なぜだ。クレア、逃げろ。では行こう、クレアちゃん。その前に、おばさんを降ろして、みんなを解放してください。そうでないと、私は行きません。クレア。クレアちゃん、君が本当に僕たちと行くってことを約束してくれたら、彼女たちは解放してあげるよ。約束します。だからみんなを。分かった。娘たちを解放しろ。クレア、ごめん、ごめんね。私のせいで。モニカ、あなたのせいじゃないわ。でも行けばクレアはひどい目に遭わされるかもしれないのに。大丈夫だよ、クレアちゃんは大切に扱うからね。そろそろお別れの時間だよ。ベイグ、ちょっと行ってくるね。クレア、行くな。みんな、撤収だ。クレア！お父さん、お母さん、ザピー、行きなさい。さようなら、ユージーン隊長。さようなら、魔王坊や。じゃあまたね。